はい、こんにちは、バクです。ペルソナ2バズ、続きをやっていきましょう。港南区にね、入ることができたんですけれども、とりあえずまた街ブラからやっていこうかな。まあいや、なんか家に忘れ物。ちょっと待ってみ。今鍵開けるから。まあそこの二人はね、一緒に住んでるんだよな。相変わらずですな。ほう、いいコンポ持ってるじゃねえか。この部屋の置物にしちゃまともな方だ。あ、そこなのか。これは、まさか空き巣の犯行か。何かなくなったものはないか。すぐ確認した方がいい。手配は僕がしておく。最新型のコンポ、これだけはまだ綺麗だ。これだけはなんだ。これ何が床に散らばってんだろうな。そういえば、マーヤには教えてなかったけど、私最近フラメンコ習い始めたのよ。今度見せてあげようか。うまいんだから。フラメンコね。情熱的な感じ。こりゃまあや、人の部屋に勝手に入ろうとするでないよ。そっから先は私の聖域なのよ。この部屋から出るときは必ずマーヤの部屋を通って出ていかなきゃいけないんですかね。まあ相変わらずでしたね。恵比寿海岸。ちょっと、こんなところで黄昏れてる場合じゃないでしょ。さあ行くよ。なんだっけ、次に行くのはね、ここだよね。空の科学館っていう話でしたよね。あそこに空の科学館があるだろ。あのビルに乗ってる飛行船は本物って話だ。覚えておいて損はないと思うぜ。全くもってね、罪のストーリーをなぞっていく感じですかね。こんなところに用はないと思うが、さあ行くぞ。愛工場は入れない。港南警察署、入れる。ここが僕の勤務地だ。みんな気のいい連中だが、今は勤務時間だ。迷惑はかけないように頼む。警察署って入ったことないな。ふん、変わらねえな、この雰囲気は。所詮はお役所仕事が。ありゃ、ここは犬の人形？あの探偵事務所といい、この街は妙なオブジェが多いね。ピーポーくん。ポーピーくんだった。100円入れてわん、100円入れてわん。これお金入れた方がいいのかな？どうなんだろう？またね、ケチって言われてしまう。あんまりお金持ってないんだわ。これまたさ、罪の時みたいに警察署が襲撃されるみたいなことあるんでしょうかね。ねえ、聞いて、あの勝也さんがね。ちょっとここじゃダメよ。そうね。後であの裏で聞かせて。オッケー。後であの裏で。気になるな。早く喋りたい。なんだよ、超気になるわ。この裏に後で来ればいいのかな。どうなんでしょうか。警官の方々、生真面目な警察官。ああ、勝也さんのお知り合いの方ですか。勝也さんほど、真面目で正義感のある人は、この署内にもいませんよ。少し心配性ですが。色白な警察官。最近は気味の悪い事件が多くて嫌になります。特に殺人事件など、目を背けたくなるような残忍な手口で。あ、いや、失礼しました。後飛ばしちゃった。しかし、あれが人間の仕業でしょうか。少し前までは、たとえ法を犯していても、相手は人間であると認識できたのに。勝也はああ見えてもまだ若いんだ。なのに不出来な弟のために限られた給金から学費を捻出し、生活の面倒まで見てやってる。敏腕だの、堅物だのと言われているが、結局あいつは自分を犠牲にして何かを必死に守ってる。一番人間臭いやつさ。達也の学費も出してるんだ。くふ、自分も頑張って早く刑事になりたいっす。そして勝也さんのようにバリバリ働いて、不景にモテモテになりたいっす。だけど勝也さんって彼女とかいないんすよね。やっぱ仕事が恋人なんすかね。彼女がいないんだな。ピピン、そこから先は関係者以外立ち入り禁止っす。入っちゃダメっす。地下1階総合相談センター、外国人困りごと相談。1階遺失物管理所、免許更新受付相談コーナー。2階犯罪被害者相談、災害対策課、交通捜査課。いっぱいあるな。5階建てなのかな。そんなところかな。さっきのね、府警さんの話がちょっと気になるんだけど、これ1回出て入り直したら何か変わりますかね。あ、府警さんがいなくなってる。府警さんいなくなってるよ。ひそひそ。ねえ、あなた、バレンタインどうしたの。勝也さんにチョコ渡したの。ひそひそ。うん、チョコレートケーキ作ってプレゼントしたの。え、ケーキ？手作りケーキ？あんたやるわね。
男はその手のやつに弱いのよ。で、どうだった？それが、食べてはくれたんだけど、どうだったのよ。バターは無塩バター、チョコはスイートチョコを使え、それとココアを入れれば味に深みが出るぞ。次はラム酒も少し入れてみるといいだろう。食べた時の印象が大きく変わる。それからマジパンの使いすぎだ。だって、そいつ、何よそれ、本当に勝也さんがそう言ったの？最後に誕生日でもないのに、ケーキとは君も面白いな、だって私もう立ち直れない。なんか慰めにくいわね。すげえな、何、勝也はケーキ作れるんですね。なんだその的確なアドバイスは。じゃあね、シーサイドモールにも行こうかな。ジョリーロジャー、ここは特に大きく変化ないですかね。ジョリーロジャー行きましょう。ほん、結構洒落た店だな。しかしこの内装でカフェか。俺はてっきり新手のバーかと思ったぜ。まあいや、どうしよう。さっきそこのマスターに聞いたんだけど、今日科学館に小学生がたくさん来てるんだって。ほら、罪をなぞってますね。変なことに巻き込んじゃったらどうしよう。いやいや、そうさせないためにも私たちが頑張んないとダメなんだよね。あのマスターはなかなかの情報通でな。署内の刑事にも彼を情報屋として当てにしているやつが多い。合法的とは言えんが、今は僕たちも似たような状況だ。一度話を聞いてみてはどうだ。太った男。だから本当なんだって。あの科学館の飛行船は本当に飛ぶんだ。いざって時の脱出用なんだって。だからそりゃ小学生の噂でしょ。あんたもういい歳なんだから、現実と妄想の区別ぐらいつけなきゃ。飛ぶんだよな、飛んじゃうんだよな。あ、噂屋のマスター。おや、初めてのお客さんかな。ようこそ海賊旗を掲げる店ジョリーロジャーへ。私がここの店主兼コックだ。よろしく頼む。マスター、喫茶店ジョリーロジャーのマスター、街の噂に詳しく噂屋のマスターとも呼ばれている。あれ、こっちがと噂屋になってるんですかね。ところでお前さん、雑誌記者なのかな。私の目は節穴ではない。穴が開いてるよな。それぐらいわかるさ。どうだろう、一つ相談がある。海の男も陸に上がればただの人。私も今ではこうしてカウンターに立って世間の噂に耳を傾けるのが唯一の楽しみとなった。雑誌記者のお前さんがネタを分けてくれれば、その楽しみもひとしおというもの。お礼に私のネタを教えるがどうだね。じゃあね、噂話がもらえるかな。世間話か。違う、世間話、噂が聞きたいんだよな。噂か、ないことはないが。ではまずそちらの情報から聞かせてもらえるかな。なるほどな、少々信じがたい話だが、もし本当なら大変なネタだ。よし、こちらのネタも教えよう。雑誌記者なら月刊バトルマスターを知ってるな。いや、知らないな。噂じゃ、あの雑誌の懸賞に応募すると店頭で役立つ本物のアクセサリーが当たるそうだ。懸賞マガジンかな。今日は科学館に小学生たちが社会見学に来ているそうだ。あれが立ってからこの街も賑やかになった。小学生ね、罪ではね、燃え盛る科学館の中で小学生を助けに行ったんだけど、罰ではどうだったかな。じゃあスマルジニー。結局奴は町の誰かがジョーカーまじないをするたびに病室を抜け出し出張していたわけか。ご苦労なこったぜ。あれ、まあいや、占い受けたいの？だったら腕論にしときなよ。あっちの方が絶対によく当たるんだから。腕論占い。達也の言っていたあのガキとは誰のことだ。奴の口ぶりから言って天野くんとも関係があるようだが。ね、なんだっけ、スマルジニーか。ここは人生という迷宮に迷った者が訪れる場所。なんちゃらたる未来に一筋の光明を放ち、進むべき道筋を指し示す場所。わらわはその番人、スマルジニー。ハスキーボイスが美人を連想させる占い師。最近はあまり当たらないと人気も低迷気味。夜の街でよく見た後ろ姿を見かけたという噂も。ほう、何時、ここを訪れるは初めてか。ならば安心してその胸中打ち明けるがよい。この水晶とカードが必ずや光明を、なんちゃらそうぞ。からそうぞ、なんて言ってるんだろうな。ブツブツ、やはりこれからは万論占いかしら。あれの方がよく当たるって噂なのよね。ブツブツ、占い変えようかしら。聞こえてるわ。まあ今は占いはいいかな。じゃあね、次、ヒイラギサイコセラピー。こ
ここね、マキちゃんがまたいるんじゃないですかね。サイコセラピーってまあや、悩みでもあんの？たーく、水臭いな。そういう時は私に一言相談してくれれば。あ、飛ばしちゃったまた。え、違うの？そうだよね。あんたは何でも、レッツポジティブシンキングだもんね。心配するだけやぼか。ブツブツブツ、これ見たんだ。目の前で人が。あれがジョーカーなのか。ジョーカーを見たの、この人は。あ、いるね、マキちゃんね。ん？共鳴？ペルソナの共鳴がする。ここに僕たち以外のペルソナ使いがいるぞ。いるんだな、これが。こんにちは。イーラギサイコセラピーへようこ、あれ？もしかしてペルソナが使えるんじゃ？それにこの共鳴、雪の？雪の知ってるんですか？あ、知ってる。前泉雪の知ってますよね。はい。やっぱり、あなたの共鳴の中に雪乃の気配があったの。だからもしかしてと思って。あ、ごめんなさい。一方的に喋っちゃって。あ、よく喋るようになったよな。私はその村巻。雪乃は大親友なの。しかも、あなたと同じペルソナ使いよ。その村巻、カウンセラーを目指す雪乃の親友。どうやら過去に罪の意識を感じているらしい。高校時代にペルソナ使いとして覚醒している。天野麻也さん。天野さんね。うん、覚えた。雪乃の友達なら、私にとっても友達よ。どうぞよろしく。私はここでカウンセリングの勉強も兼ねて、玲子先生の手伝いをしているの。今度は私がみんなの力になりたいから。だからいつでもここにいるわ。何か困ったことがあったら、何でも相談して力になるからね。マキちゃんね。玲子先生はその道では有名なカウンセラーなの。先生にかかれば、怪我や病気もすぐ治るって噂まで流れたんだから。もちろん怪我の治療まではしてないんだけど、きっとそう思えるほど心が楽になったってことよね。やっぱり玲子先生ってすごいわ。ここの内装変わってるだろ。童話には大人の心を和ませる効果があるとかで、それを取り入れてこうなったそうだ。ま、あまり俺には効果がないようだけど、まあ誰か俺の記憶を消してくれないかな。この胸に使えた罪悪感、消してくれないかな。この人ね、影人間になったよね、罪では。こんにちは、イーラギサイコセラピーへようこそ。レイコさんね。何か話あるかな？マキさんは本当によく手伝ってくれてるわ。あれだけ献身的に患者さんと接することができるなら、プロのカウンセラーとして十分やっていける。もしかしたら、患者さんたちに昔の自分を重ね見ているのかもしれないわね。優しすぎるのよ、彼女は。ちょっと一旦回復してもらおうかな。ああ、高い。3000円か。払っていこう。人は誰でも自分のことが一番わからないの。だからあなたが自分に抱いているイメージがあなたの全てでは決してないのよ。回復した。なんだろう、回復するときに何かセリフがあるんですね。前回からね、回復せずに進めていたので、ついでというわけではないですが、ここで回復しておきましょう。じゃあね、里見忠かな、次は。とてもね、南国チックな曲になってるね。私ね、占いって大好きなの。だって言われた通りにしておけば、失敗することもないし、何より悩まずに済むでしょ。これ癒される系の曲ですね。BGM がとてもいい。ここの店主、6女だの7女だの言われてもな、どうにも見分けがつかねえ。まあ、売っているものが同じなら関係ないが。ジョーカー事件が奴の仕業なら、それ以前に発生した猟奇殺人も奴の仕業である可能性が高い。だが手口が違いすぎる。奴は拳銃など使いはしないだろうしな。いずれにしても捕まえて吐かせるしかないか。どうやら小学生たちは科学館の屋上に飾られた飛行船を本物と思っているようですね。息子がそう言っていました。そういえば、今日は社会見学でその科学館に行くと言っていました。今頃中で大騒ぎしてるでしょう。あいつは知ってる。私がしたことを。このままじゃあいつ、マーヤを。私が次女なのよ。新たに6女7女も加わって、スマルシ制覇は目前なのよ。何人いるんだ。だから当店次女の店もよろしくね。ノリノリサウンドを聞きながらノリノリで相手向かってちょうだい。今のところね、ここのお店が一番ね、
落ち着く、落ち着くメロディーですね。SP に回復を買っておこうかな、念のためね。あ、なんか、待って。月刊バトルマスターってさっき出てきたよね。別冊ミラクル、ファンタジーワールド。なんだ、これ3つとも検証マガジンなんですかね。検証マガジンが3種類になってる。あ、血返しの玉がないんだ。血返しの玉買っとかないとな。ただ爆買いできないな。お金がない、お金が。結構ね、お金貯めたと思ったんだけどな。なんでこんなにお金ないんだろう。うん、じゃあベルベットルームは特に行く必要ないよな。ちょっと他の街にもちらっと寄ってみようかな。月刊バトルマスターって知ってます？あの本の検証で本物の防御が当たるそうなんですが、詳しいことを知っている方、レッスンをお願いします。噂がね、更新されてますね。であればトロのところにも行きたいよな。ワンロン占い、セリザワがギャーギャー言ってるやつか。開放的な混流がどうとか言ってたぜ。みんなね、あれだね、竜が設定されてるんだ。その情報は知らなかったな。うん、反撃大量って感じ。じゃあ僕の情報を教えてあげるよ。やっぱりこれに関する噂なんですね。月刊バトルマスターって雑誌知ってる？実はあの本の検証に応募すると、本物の武器が当たるらしいんだ。バトルマスターね、検証雑誌な、どうなんだろうな。当たるかな？ペルソナの共鳴か。パオフーに言われるまで意識したことはなかったが、この力が取り調べでも使えれば便利なのだが。うん。あのさ、マーヤ、その、私がもしも、ジョーカーマジないよ。いや、なんでもない。なんでもないよ。ウラさん、ジョーカーマジないやったんですかね。あのホタテのいい、違うな、これなんて書いてあるんだ。あの滑覆のいい大将もペルソナ使いか。もっとも、あまり戦闘向きじゃないようだが、どうだ、共鳴を読めばここまでわかるんだ。戦闘向きじゃなかったよな、ご立派なペルソナがね、出ますよね。隣の親父、邪魔な社長がジョーカーに殺されたって大喜びよ。だけど、ああいう奴にだけはなりたくないね。え？実は少し前に目障りだった社長が殺されてね。代わりに私が社長を務めることになったんだ。ガハハ、神様はいるもんだ、ガハハ。あれ、なんかそれ、なんか展開が同じだぞ。伊田さんには高校生の息子さんがいるっす。確か平吉という名前でしたっけ。春日山高校の番長だそうですよ。なんだろうこれ、なんだっけ。罪の世界でもね、ジョーカーまじないをしていた人は、こっちの世界でもジョーカーまじないをするんですかね。こっちの世界はどうなんだろう。ジョーカーまじないをしてしまったことによって、何かリスクのようなものがあるんだっけ。じゃあね、今まで手に入れた噂を拡散していきましょうか。クズノハ探偵事務所。噂の依頼。ああ、時間上が不思議なものを販売。これも広げておこうかな。スキルカード売っているらしい。うん、3000円ね。いや、3000円もバカにならないよな。で、月刊バトルマスターで本物が当たる。あ、これ選ぶ感じね。何が当たるにしたらいいんだろう。アクセサリーにしとこうかな。なんかあんまりね、アクセサリーって手に入る機会がない気がするんだな。噂とは、そう簡単に広まるものではない。それを耳にし、口にする人々の心理が大きく関係するからだ。この街には噂好き、噂屋と呼ばれる連中がいる。そいつらの持っている噂なら、人々に広まりやすく、現実化も楽にできるかもしれんな。うん、とどろき所長ね。うん、とどろき所長の中に入っているのは、クズノハ教授というね、キャラクターの魂なんですけれども。あとね、いつかプレイしようという気持ちでね、デビルサマナーをね、購入いたしました。まあそちらもね、PSP 版で、リメイクなのかリマスターなのかちょっとわからないんですけれども、とてもね、初期のペルソナに近い雰囲気のゲームとなっているようなので、まあ、いつかどこかのタイミングでまたプレイしていきたいと思います。そちらにね、クズノハ教授が登場するようなので、まあ、お楽しみにお待ちいただけたらという感じですね。これで検証に関する噂も現実になるはず。それでは、応募は私が引き受けますね。天野さんたち忙しいでしょ。また玉木ちゃんから応募するんだ。やっぱ検証マガジンなんですね。同じなんだな。かわいいな、あの大きな招き猫。え？僕の外見と中身が一致しない？僕が猫好きだと変なのか？猫好きだったのか、勝也は。ネット上にも似たようなやつがいるな。掲示板やメールでは雄弁なくせに、K
現実社会では何も言えないやつ。あれ、ちょっと違うか。あれ、うららは箱にだ。ここの所長って何か不思議な感じしない？外見からは想像できない切れ者ぷりっていうか、見かけと中身が一致してないような。そこはきっと開かないにゃ。これね、どうやらね、招き猫にお金を入れてくと、ここの扉が開くようなんだけど、結構な金額入れないといけないらしいので、ちょっと今ね、残金が心もとないんで、一旦ね、今はスルーしていきましょう。古代史ブーム、古いものへの憧れか。古けりゃいいってもんじゃねえが、寝かせた酒には独特の味ってのがあるな。古代史ブームなど、一過性のものと思っていたが、例の地下鉄工事で遺跡が発見されてから、より激化したようだな。古代史ブーム？どういうこと？キスメット出版からは、古代史本出さないの？流行ってるうちに出しちゃえばいいのに。企画出してみたら売れると思うよ。何古代史ブームって。奥様ならもうご存知かしら、この店で。本物の防具を売り始めたことなら、遠くに知ってるざます。すでに常識ざますよ。武器を売る店ね。私には関係ないわ。そんな物騒なもので自分の手を汚さなくても、ジョーカー様がいるじゃない。ああ、こいつもジョーカー様やってますね。なんだろうな、そのね、古代史の話がどこから出てきたのかがちょっとわかんないな。今までそんな話なかったですよね。まあいいや、ちょっとね、今回は街ブラアパートになってしまったんですけれども、一旦ね、今回はこの辺で、終わりにしたいと思います。まあ次回はまたね、空の科学館に向かっていくことになるんではないかと思うんですけれども、まあそちらはまた次回やっていきたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。